53歳、畑岡幸太郎、第2子男児誕生を報告、長生きしたいと改めて思いましたと喜ぶ。歌舞伎俳優の畑岡幸太郎、53、が11日、自身のブログを更新し、第2子となる男児が誕生したと報告した。幸太郎は、指示ですが、昨晩2番目の子供が 3135g 無事に、産声を上げてくれましたと報告。コロナ禍ということもありとても心配いたしましたが、今は、ほっとしておりますと心境を明かした。予定日は3月14日だったそうだが、それまで待ちきれなかったようです。お腹にいる時もとにかく、暴れまくり、やんちゃで私が帰宅し声をかけるとおとなしくなる。すでにパパっ子かもしれませんと喜びを語った。長男、千之助の誕生日が3月1日、次男が3月10日、3と1にご縁があるのかなぁと考えたり、まだ名前は、試案中です。名前が決まりました頃には、皆様にも顔を見てもらえたらと思っていますとし、とにかく長生きしたいと改めて思いましたと決意を新たにした。幸太郎は1968年1月23日、生まれ、京都府出身。15代目、片岡仁左衛門の長男。一度結婚したが、2015年3月に自身のブログで離婚していたことを発表。また、合わせて、アパレルデザイナーのマーサさんと再婚したことを公表した。長男の片岡千之助は、前妻と生活しているという。